皆さんこんにちは、渡辺美音です。本日のミネスタイルはですね、前回キッチンの方を整理収納しまして、中山さんにも、チェックをしていただきまして、お墨付きをいただきましたので、中山チェックは100点満点中120点もう一歩150点じゃあもう150じゃあ多分ごめん。ルームツアーしていきたいと思います。まずはですね、玄関先にありますシューズクローゼットの方からご覧いただきたいなと思います。ということで、こちらになりますね。以前もね、何年か前に玄関シューズクローゼットはご紹介したかと思いますが、こちらになります。こちらはですね、春夏秋冬、ごとで衣替えをしていますけれども、こちらは私の棚になりますね。これから使う、ミュール系を下に下ろしてきました。前回まではもしかしたらブーツとかが下の方にあったんじゃないかなと思いますが、今は上がブーツ、そしてヒール、パンプスがあってサンダルで、このスニーカー類は1年中使うということで、だいたいこの辺りにありますね。ブーツが一番下の段にありまして、ここはそんなにおかわりがないかなと思いますが、年に2回ほど移動をしているというね、クローゼットになりますね。新しく入ったのはスニーカーかな。なんかもうスニーカー履くことが多くなったので、モノクロのチャンネルですね。あとこれセールで買ったディオールの靴ですね。スニーカー類が多いかな。こんな感じで私のクローゼットです。そしてこちら続いて隣ですね、初ですね。こちらじゃーん、こちらは男性陣の靴になります。主人、マナヤ、ナズキの第1軍ということで、使わない靴の1軍、2軍、3軍という風に分けました。これも整理収納で並びます。まずこれはパパさんのものですかね、革のものだったりエナメルのものだったり置いてあって、続いてここマナズキが第1軍としているスニーカーがこちらに入っています。で、この下がマナヤが1軍としている靴をチョイスして入れてます。で、ここの縦になりますと主人の、あれ今日2層履いてた一足しか履いてないやつですけどね。ここに入ってるはずな、あれおかしいね、これどこ持ってっちゃったのかしら。ここに入ってます。で、傘置きというのもよくご覧いただくと、100円ショップの突っ張り棒で引っ掛けています。ここ多分奥型なんですけど、置いてるとぐちゃぐちゃぐちゃってなって取り出す時に取りづらいので、100円ショップの突っ張り棒をつけてます。これなんと1本だと重さに耐えられないので、2本見えないでしょ、奥にももう1本つけてるので、なので上手に立つようになってますね。子供たちがね、ビニール傘を必ず使うので2本はここに入ってますけれど、使う数だけの傘が入っているという感じですね。ということで、ここが、男性陣の第1軍です。第2軍ですね。続いてこちらの扉の中には第2軍、3軍の靴が入ってます。じゃん、こちらに入ってます。こちらの棚はなんと奥行きが
狭いんですね。靴の置き方収納にすっごく大変で、パッと見てわかるのがこちらなんですけど、100円ショップの突っ張り棒で前で止めてます。そうするとまあ落ちてこないので靴もたくさん収納できるので、こんな風にしています。こちら実はこの後ろにじゃん、おこれも突っ張り棒で引っ掛けるところがあるじゃない、はいはい、なのでここで引っ掛けられるようになってるんですね。ここで引っ掛かってるんで、この先が革のところに当たらない、ゴムのところで当たるので靴が悪くなりづらいっていうところまで考えてるんですね。さすが整理収納アドバイザー準一級、ありがとうございます。でこのシートも抗菌消臭というシートがクリアなものでニトリさんに売ってます。でこれは下駄箱タイプのものでキッチン用もあるんですね。まあどちらも同じような感じなので、広さだったり大きさだったりで使い分けをしていただけるといいかなと思います。パッと見た目でなんとなく分かりやすいでしょ、うんうんうん、たださこれね、家族お揃いで買ったの、はい、私マナやパパさん、なぜきの靴がないの、多分どこかに行って置いてきちゃったみたい。奥行きがないのを利用した収納ってことですね。そうです、そういうことになりますね。見た目も綺麗に収納されてるでしょ、なのでこんな感じで靴の方は収納してあります。続いていきますよ、はい、こちらも私の靴がちょっとだけ入ってます。ここにはね、鍵とかいろんなものがかかってるんですけど、普段は今出かけちゃってるんでなくなりました、うん、こういうものは無印さんのものですね。これはもうキッチンでも使えるので、どこでも使えるので、逆にカバンのディスプレイをするときにもこれが使えるので、うん、こんなのがあるとすごくいいかと思います。あ、これもしかして前言ってたグルーピングですか。そういうグルーム分けされてコンバースの靴でグルーピングされておりますね。これはハイカットじゃない方のタイプですね、うんうんうん、サンダルもここに全部入ってますね。こちらも初めてじゃない？これ見たことないです。見たことないですね、はい、ここもしました。じゃんじゃん、こちらはまあ出かけるときに着ていくコートだったり、靴もあのなんだっけ、チェキっていうの。あ、これもともとこう貼ってあるわけじゃなくて、自分で撮ったのよ自分でやったんですね。自分で撮ったのよ。何が中に入ってるか分かるようにしてあの貼ってます。で、実はここに衣装用のストーン付きミュールって書いてあるのは手前じゃなくて奥に入ってるので、ここの奥にはこれが入ってるよっていうのに貼ってあります。じゃあ使用頻度は低いものっていうことなんですか。そうですね、衣装なんでなかなかいつ使うか分かりませんけど、うん、一応ここに。で下に行きますと何が入ってるのかがパッと見て分かるように貼ってあります。消臭防水スプレーとスプレー、インソール中のやつで、折りたたみの傘が入ってます。で下の段はこれは IKEA で自分で組み立てるネジで自分でやるんですね。これはグルーピングということで、うん、これはハイカットのコンバース類、そしてナイキとバレンシアガを入れています。奥にはシューズ用のドライヤーが入ってたりしますね、うん、という感じで玄関先の扉はあと1つ。ここも見たことないです。ここもないよね、はい、じゃあ初めてのところがいっぱいあるね。ですね。こちらはまあショート丈のアウターにお買い物行くときに使うカバンを全部ここに入れたりして持ってってます。今日はどれぐらいお買い物するのかな、あこのサイズがいいかな、あれこっちの方がいいかなって選びながらここからお買い物のやつを持っていきます。パッと見なんか同じようなバッグがいっぱいありますけどちょっとずつ違うんです。あ、違うんですね。これパン屋さんの、これ私の、はい、でこ
これはちょっと違うところのお店のやつ、でこれハワイでいただいたやつ、なんか私この素材が好きみたい。ですねでも可愛いでしょこの素材、うん、ちょうどこれからの季節に合いそうだから、ぴったり。そうなの。ここの中は本当に頻度の低いものの靴が入ってます。パパさんのパーティー用の靴だったり、あと私のルームシューズ、上が姉妹ちゃんのお散歩の袋だったりマスクだったり、これはカバンね、お散歩用の。でハーネスと、この後ろには、まあ、レインコートとショッピングバッグ、違うタイプのやつが入ってますよっていう。こちらはこんな風にお片付けしてあります。続いてリビングに行ってみたいと思います。はい、ということで続いてリビングです。ここを開ければお正月のものが少し取り出せますよっていう感じで、この黒無印さんなんですよ。多分今までされてた整理をそのままされてるんでしょうけど、前よりも見やすくなった感じが。本当なんか隙間があるっていうんですかね、隙間。そうそう、